南国立博物館。南国立博物館は、太陽国南県にある国立博物館。1987年開館。南国立博物館の本館は、もともと南領主、スリアポンパリッティデートが1903年に建設した、レンガ造り2階建ての邸宅。1931年南領主マファープローム、スラターダーが亡くなり、 南王朝が廃止されると、南領主の子孫は、邸宅と土地を県庁として利用するために政府に譲り渡した。その後大内務省が新庁舎を建設することになり、1974年9、庁舎は博物館として使用するために芸術局に移管された。しかし、予算不足のために博物館としての整備が進まず、1987年8月14日に、 なって、ようやく国立博物館として開館した。南県村南郡、タムボンナイウィエンパーゴーン通り、5万5千1回展示室は、玄関ホールに受付があり、入館チケット、研究所、民芸品などが販売され、大広間の抜けた北側背部の翼館には、南圏に居住する北大民族及び、生活、習俗についての展示が行われている。2回展示室は、 大広間では、南県の地理学、南北の部屋では、考古学、歴史学に関する展示をしている。南朝で代々王朝を象徴する、黒象毛を見ることができる。abhttp://www.mecon.ne.jp://directory/museum/.nyan.htm ありがとうございます。